6万でいけちゃうんですよ。ピザとカリーブルスと寿司って何やったんですよ。グーテンタークグーテンタークバサバサバサーパトリックの登場です。グーテンタークってね、こんにちはっていうドイツ語なんですけれども、ね、ちょっとかっこいいから言いました。ダンケ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 ありがとうっていう意味ね。はい、ということでようこそパトリックのチャンネル。パトリック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 いや、しつこいね。はい、頑張りましょう。ありがとうございます。ということで皆さん元気ですか。モスさんです。今日はね、前回の続きで初任給で行ける国っていうのを紹介していきたくて、今回は前言ったのはドイツかな。ドイツってことでドイツ編を紹介したいと思います。で、僕ドイツはね、フランクフルトベルリンとハンブルクとで、もう一個がミュンヘンっていう場所に行ってて、まあ、この3つの話のうちミュンヘンがね特に良かったんで、ミュンヘンで紹介したいなと思ってます。で、ドイツはねどんな国かっていうと、まあすごい綺麗で過ごしやすい国、ヨーロッパっぽい国で、みんなでかい、でかくて綺麗かっこいい、ビール大好き。以上、終わり。この動画終わりです。終了です。切ります。1分くらいしかない、うん、1分半。ドイツっていう国は世界遺産も多いんですけれども、特に有名なのがビールとかソーセージね。あと歴史的な世界遺産がすごい多い国なんですけれども、待って、カリーブルストはカリーブルストは頼むんですよ。ソーセージですよ。あ、ソーセージの中ですね。あ、失礼しました。カリーブ、まあ、後で紹介しますか。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんドイツっていうとね、もうヨーロッパ の、 真ん中の国なんで、これこそいや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 金かかるやん、遠いやんっていうイメージがあると思うんですけど、まあ実際物価は高いです。その上でじゃあ行くまでのハードルが高いかって言われたら、これね高くないんですよ。いくらだと思います。前回ロサンゼルス6万でした。ドイツはいくらですか。6万で行けちゃうんですよ。へえ、そうでしょ。往復でね、びっくり。 LCC ちゃいますよ。普通のねキャリアフラッグっていうちょっとでかい大手のね会社で行けるんですけども、往復で6万で行けます。これ意外と知られてないんですけども、ヨーロッパもね今もうそんな額かからんと高くお金払わんでも行けちゃう国です。だから行かへんのはもったいないなと思います。予算で言ったら飛行機代6万にプラス5万から10万くらいかな。ケチケチするんやったら5万でも行けるけども、遊んで楽しむってやったら15万から20万くらいあったら行けちゃいます。楽しめちゃいます。1週間くらいね。だから初任給で行ける国に入れちゃいました。で、ドイツねどういう国かというところで、まず注意点だけ伝えると、ビザは基本的にいりません。で、ヨーロッパ EU っていう圏内で、 EU の中やったらビザっていうのはいらないんですよ。日本人90日間滞在できます。ただし気をつけないといけないのが、今後 EU が世界各国に対してビザを発行しようとしてます。前回アメリカで紹介したエスタっていう電子ビザっていうのを今後発行する可能性があるので、ここは注意してください。今現状はいらないんですけれども、今後必要になるかもしれないんで、これは皆さん行くときは要チェックです。必ず確認してください。これ新しい導入で僕も最近知った話なんで、絶対気をつけてください。行って行かれへんかったじゃ話にならないんで、ね、気をつけないといけない話って前回なんかいろいろ言ったんですけども、ドイツってぶっちゃけ酔っ払いがおるくらいかなのレベルで、治安で言ったら別に悪くなくて、人もね割と日本人気質で、まあ、悪く言えば無関心なんですよ。外国人とかに対して何もしてこうへんし、おとなしいって言えばおとなしいし、かといって声かけたら全然構ってくれへんかって言われたらすごいフレンドリーな人で、観光客ウェルカムなんですけども、基本他人は他人、私は私っていう感じなんで、夜は酔っ払いとか増えるんで気をつけてください。特に駅前とかは多いです。ベルリンとか都会の方に行くとその傾向は強いんでね、ミュンヘンとかは割と少ないです。そんな感じのですね。で、おすすめのスポット先に紹介しちゃうと、ベルリンとかだったらもう分かりやすいのがベルリンの壁ね。
勘違いしてる人多いんですけども、アウシュビッツっていうあの強制収容所、ユダヤ人が虐殺されたっていう歴史的な場所はドイツじゃないんですよ。あれポーランドに関するんですよね。じゃあドイツでどこ行けばいいかって言われたら、一番大きなベルリンの壁、ベルリンの壁の前ってね、公園になって芝生になってるんですよ。だからあのドイツ人の人はね、結構割とラブラブしてたんで、ね、シートを聞いて飯食ってたりするんで、結構拍子抜けなんですよ。で、僕が行ったミュンヘンだと、シンデレラ城のモデルになったノバインシュタイン城っていうところがあって、これが一番有名なところで、丘の上にある白い城なんですけれども、結構ね、田舎のくせにね、いろんな観光客来てるんで、ここはぜひ行くべきかなと思います。で、ミュンヘン懐かしいのが、僕12月に行ったんですけども、マイナス3度くらいの環境だったんで、これ絶対厚着してってください。夏はあったかいかなと思うんです。じゃあ日本に似てる、日本に似てますけど、日本よりも寒いです。あ、なるほど。内陸部なんで、冬場は、けど冬場が見どころあって、クリスマスマーケットとかやっぱやってるんですよ、ドイツって。ドイツ発祥なんか知らないですけど、ドイツはクリスマスマーケットとか盛んで、冬場に行くとそういう祭りとか結構やってるんですよ。だからそういう意味で言うと冬はおすすめです。そんな感じね。で、ちょっとドイツとは関係なくなるかもしれないんですけれども、ドイツ国内だとそれぞれの州で乗り放題パスっていうのがあって、もっと言ったらユーレイルパスっていうのを取ってもらったら、ヨーロッパ中回れる電車のチケット手に入るんですよ。これがね、確か僕払ったら3万くらいなんですけども、3万くらいだったら、普通列車、全国のね、乗り放題で、例えばドイツから日帰りで、日帰りは無理かな、フランスとか隣の国ポーランドとかチェコとかで行けるんで、そういう意味で言うとユーレイルパスを取ってもらった方がより幅が広がるかなと思います。ドイツだけで行くんやったら、その各州にある乗り放題パス乗ってもらったら、いろんなところに行けるんで、僕もミュンヘンに行った時はミュンヘン乗り放題パスっていうのがあって、空港でそれ買えるんで、それを買ってもらったら、楽に旅できるかなと思います。で、ドイツ行ったらね、もうぜひやってもらいたいのがビールなんですよ。ビールね、僕今飲んでるんですけど、これムヒトホップ発泡酒日本なんですけれども、ドイツと言ったらビール、もう一つ言ったらカリーブルスと。もうカリーブルス絶対知らんでしょ、みんな。出た、出ましたね。出ましたよ。もうこれ酔っ払ってるとか関係なく熱もって言うんですけど、カリーブルスとはね、僕の中で世界三大グッドフードですよ。グッドフード、グッドフード、絶対食えっていう。絶対食え、絶対食え。大きいソーセージがあって、それを輪切りにしてくれるんですけども、そこにカレーソースとけるんです。カレーソースもちょっと味が日本と違うくて甘辛くて、これがね、まためちゃくちゃうまくて、で、なんで日本でみんな出さへんのかなっていうくらいの料理、俺カリーブルストラだけしちゃおうかなって思ってるくらいなんで、ほんまに将来ね、将来ね、ビールとカリーブルストだけなんですよ。僕の三大フード、ちなみに今伝えると、寿司、ピザ、カリーブルスト。他の国って特殊な料理ないんですよ。どうせ肉焼いたりポテト揚げただけのやつばっかなんですけども、ピザとカリーブルストと寿司って何やったんでしょう。第二次世界大戦の時ね、同盟してた国ですよ。イタリアとドイツと日本、いや、さすが三国同盟ですよ。悪い話せ、食べて絶対。あとビール、特にバイツェンっていうね、薄口のビールが有名なんですけれども、もし飲める年齢の方やったら飲んでください。で、ドイツは確か州によるんですけども、14歳からビール飲めるんですよ。だから、もしこれを見てる人が未成年やったら、あっちで飲もうやって話。悪い、まだ法律触れてへんもんな。悪い、ダメだよ。いや、法律触れてへんからええよ。ただ身分証は提示しないとダメです。で、もっと言ったら州によってルールは違うんで、これだけご了承ください。アメリカと一緒に。そうです、そうです。で、基本はその身分証を見せて、州によって OK やったら若くても飲める。まあ、ぶっちゃけ若い頃ビールって美味しくないけどなと。まあね、まあ、苦いし。けど、バイゼンビールっていうのはあっさりしてたりフルーティーなやつが多いから、ビール初めて飲む人にはぴったり、女の子にもぴったり。かっこいいかも。初めてのビールドイツです。いやね、ほんまに行ってみたいもん俺。普通にかっこいい。初めてのビールやったって、朝日ビール
きやな。アサヒ好きやな。アサヒ好きです。美味しいですよ、ね。そんな感じなんですよ、ドイツって。だからみんなが思ってるより遠い国じゃなくて身近に行ける国なんですね。で、なんか熱もっていうのも恥ずかしいんですけれども、ほんまに身近やからこそ、なんとか会社に休みつけたりして行ってください。学生の人やったら休学したりとか、会社行ってる人やったら休み取って行ってください。丸乗りもできるし、見たことない場所も見れるし、触れたことない価値観も見れるし、ほんまに行かへんのは損です。安いのに。昔だったら100万くらいかかってるのが今6万レベルですよ。ありえへん話ですよ。で、絶対行くべき。ほんまにもう保証する。60年後後悔するから、いかんない。僕に泣きついても60年後多分僕行けない。今行ってください。今ね、今でしょ。だから、はい。怖い。怖いよ。はい、ということで皆さん、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。今回ヨーロッパのドイツを紹介しました。で、なんでこの動画投稿してるかっていうと、投稿。投げてへんよ。投稿。すぐ投げ足取るねんから、ほんま。髪型天才やな。髪型天才かな。ありがとうございます。まあ、動画こうやって投稿してるのは意外と皆さん知らんなと思って、安く行けるっていうのもそうやし、身近あってんのもそうやし、もちろん休み取られへんとかあるんですよ、わかります。僕もそういう立場やった時もあるし、学校で、まあ、なかなか単位落とすの嫌やから休まれへん、給料減るの嫌ってわかるんですけれども、でも行ってください。時間が作れると思うんでね、ちょっと1ヶ月頑張って次の月は給料減ってもいいから休むとか、単位を次の週で取り返すとかね、いろいろ方法はあるんで、もうほんまに言ってください。価値観が変わります。皆さん世界広げてください。皆さんの居場所は日本だけじゃない、世界があなたを待っているということで、今のセリフ気に入ってくれたらいいね。終わりました。臭い、うっとしい、いいね。で、気に入ってくれたらぜひチャンネル登録お願いします。もっとみんなの見たいとこ連れていきます。僕ほんまに喋れるんで、喋りまくって連れて行きまくって、みんな疲れさすくらい連れて行けれる。いつ来年行こうか。来年行こうか。韓国からスタートします。韓国、フィリピン、台湾、その辺からも紹介していきます。来年のいつよ。来年2月くらいかな。2月行く。2月行きましょう。待っててね。今9月や。はい、ということで皆さん、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただければいいねボタン、もっと見たいって方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。次回はね、また初任給で行ける国編か、ちょっとね面白い動画を撮っていこうかなって計画中なんですけれども、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。それでは皆さん、またお会いしましょう。アスタルエゴー。